さあ、とりあえずはですね、家の外に来てみました。第一弾として目玉焼きでも焼いてみたいと思います。だいぶいい感じに焼けましたね。ということでですね、まず最初の料理としては簡単ですがベーコンエッグを作ってみました。やっぱりね、スキレットを使ってるっていうのはあるかもしれないんですけれども、もうすぐに温まって、すぐに焼けて、すぐに食べられてっていう簡単なアウトドア料理だったなと思います。これでも2000円ちょっとで買えちゃうんですもんね。すごいなと思います。前回ご紹介した、バーベキューコンロ、焚き火台ですね、あれもあるんですが、もっとお手軽な料理がどんどんできるようになるんじゃないかなと思います。ラーメンを作ってみたり、そうですね、コーヒーを飲んでみたり、あと一人すき焼きとかもできるかもしれませんね。少しずつですけれどもね、こういったシングルバーナーを使っていろいろな料理を皆さんにお届けできたらなと考えてます。